はい、ユーデックスです。さあ今回ですね、まあ、実験といいますか、これからねこの実験をスタートしていきますというね、第1弾目となります。まあ、その実験何をしていくかと申しますと、我が家ではね、いろいろなアラエを栽培していく中で、ね、お外で、管理をしています。で、その中でですね、アロエのね、ある現象が起こっていて、その現象のね、原因を、何なのかっていうのをね、追求していきたいなと思っています。はい、なので、このね、実験動画、まあ、今回はこのね、スタートということなので、これからね、その原因を探っていくわけなんですけど、まあ、まず何が、ね、この、起こっているのかっていうところからなんですけど、アロエをね、栽培するにあたって、ちょっとね、何回か疑問に思ったことがありまして、お外で管理していて、太陽光に当たっていると、葉っぱがね、白くなる現象がありました。ちょっと葉焼けとはまた違うような見た目をしているんですけども、まあ、これがね、今、動画でね、皆さん見ていただいていると思うんですけど、まあ、こんな感じで、なぜかね、ちょっと白くなってしまっているところがね、出てきています。で、これが少しずつね、この白いところが広がっていっちゃうんですよね。でも、あるところで止まったりとかするんですけど、まあ、これが、直射日光を当てすぎているのかとか、遮光している環境の中でもね、こういったことが起こっているパターンもあるので、一概に直射日光が原因とも限らないということも分かっています。で、ただ一つ言えるのは、やはりね、ちょっとなんか、やはりこの根っこが何か悪さをしているんじゃないかなっていうのを思っています。で、今回ね、皆さん見ていただいているこちらのカステラミライなんですけど、ね、この鉢に植える前からですね、こうね、根張りがね、あまり良くなかったんですよ。っていうのは、この根っこの成長といいますか、そのね、促進力があんまりね、発達してくれなくて、そこが何か悪さをしているんじゃないかなっていうのもちょっと個人的に思ってるんですけど、じゃあ実際にこれからね何をしていこうかと思っているかというと、まず、根っこのねこの発達が、ねまだ全然良くないっていうイメージを持っているので、今ね、土栽培をしているんですけど、ちょっとね、水耕栽培といいますか、お水の中に根っこを、ね、垂らして、そこからね、ちょっとね新しい根っこの発根をまず促してみようかなと思っています。で、ここから、何が言うかというと、ずっとね、この鉢栽培、土栽培をしていて、水やりをね、あげても、ね、ずっとね、葉っぱがね、こう丸まった状態なんですよね。以前このチャンネルでも説明しましたけど、やっぱりね、この葉っぱが丸まってる状態って、何かしらのサインだと思っています。まあ、お水が欲しかったりとか、根っこが何か悪さをしているとか、まあ、そういったサインがずっと続いている状態なんですよ。まあ、なので、今回ね、この実験を通して、まずは、根っこが原因なのかっていうことを探るために、水耕栽培をしていって、根っこの発達というか、またね、新しい根っこをどんどんと出してもらって、で、その上で、この葉っぱの丸まった状態がどうなっていくのかをまず見てみたいと思います。で、そこからね、またどうしていくかっていうのを、そのね、実験をしていって、結果で、また皆さんにお知らせをしていこうかなと思っています。まあ、なので、今回はこのね、土栽培から、水耕栽培に切り替えますっていうことなんですけど、我が家ではね、結構この水耕栽培をするにあたって、結構ね、最近では、いろいろなね、こう、ショート動画でも出してるんですけど、このね、塩を入れるこのカップありますよね。あの塩の入れるカップが、こういったね、小さい株にはね、ちょうどすっぽり合うんですよ。で、お水をちょっと入れてあげる。で、その場で、ね、台所に置いたりとか、窓辺に置いたりとかっていうね、すごくシンプルなんですけど、まあね、この、まあ、水耕栽培の発根の、こんなやり方もあるんだ、こんなものを使ってもできるんだっていうのもね、なんか参考になれば嬉しいですし、今回ね、この企画、ね、このね、ちょっとこの原因を探るための、企画として楽しんでいただけたら嬉しいです。で、また、この葉っぱの白いところを見て、これが原因なんじゃないかなとか、実際にね、同じような現象が起きて、何か原因が分かっている方は、ぜひね、コメントしてくださると嬉しいです。で、またね、それをもとにまたこの企画がね、また進んでいけたら嬉しいと思っています。じゃあ、早速ね、今回はこのね、栽培からこの水耕栽培に切り替えますっていうところをね、皆さんに見ていただきたいと思っています。はい、じゃあ早速ね、今回、まずね、この土栽培から、ね、このね、皆さんこのね、食卓でよく見るこのね、塩が入っているこの容器。この容器ちょうどね、こう丸くて、ね、このすっぽりとここの部分がね、株が安定するんですよ。で、根っこがね、どんどん下に、重心をね、
感じて根っこがどんどん発根してくれるので、この容器結構ね僕では、よく使っています。なのでなんかちょっと発根を促したいなとか発達させたいなっていう時にはこのね、容器に、スポット入れて発根をさせたりもしています。なので今回も同じようにね、ここの株を入れていきたいんですけど、まずはこのね、鉢から株出した時に根っこが今どういう状態なのかっていうのと葉っぱがね実際どういう状態なのかっていうのを見ていただきたいと思います。はい、じゃあ早速ね今ね鉢から出してみたんですけど、まあね、以前どうだったかっていうと鉢植えをね、植え替えをね、する前、まず3ヶ月ぐらい前なんですけど、まあ、こういった感じでちょっとね、今結構下にね、伸びているのが分かるんですけど、実際はね、まだまだこういったこれぐらいの長さでした。なので今ね新しく、黄色く、こうなっているところね、ちょっと薄く黄色くなっているところがね新しく根っこが出てきたところで、ちょうどねでこの鉢底のネットがねちょうどね、下を突きちぎるぐらいまで、ね、今根っこが発達していました。はい、でこっちもね、新しい根っこがね、どんどん出てきているという状態なんで、根っこ自体はね、結構元気そうなので、ちょっとね、なぜ葉っぱがこういう風に丸まったのか、丸まっている状態がずっと続いているのかっていうのと、あとね、ちょっとね、皆さん触ってないのでわかんないと思うんですけど、なんかね、ずっとこのね、葉っぱの感じが、肉厚を感じられなくて、かなりね、こうなんか、まあなんか柔らかい、本当に髪を触ってるぐらいの感覚になってるんですよね。なのでうまくこうね、根っこは発達してるけど葉っぱにねうまく行き渡ってないのか、まあ、単純にね、お水の量がね、ちょっと少ないのかみたいなところもちょっとね探っていきたいです。で皆さんね、見ていただいたような感じでちょっとねやはりちょっと、こういう感じですね、葉っぱのねこの丸のところが白くなってますよね。で少しずつ今ねこの丸がね広がってきてしまっているので、ちょっとね早急に対応したいなと思っています。でこういった感じで、根っこもねスポッと入れちゃってこういう感じですね。はい、でこの状態で常にね、根っこがお水をねどんどん吸収して、このねまず株とこのね、中に貯蓄してるバランスの調整をねしてくれると思っています。なので、これねずっと水耕栽培をしているわけではなくて、僕はねこの葉っぱのまず丸みとかそういったところがねまず改善するのかを見たいので、またね1日目2日目とかでまたね状況が変わってくるとかと思うんですけど、またねそれは後日の動画で皆さんにお知らせをしていきたいなと思っています。なので今回はこういった感じでちょっとね、水耕栽培みたいな感じでちょっとねこれからこの葉っぱの状態とか、またこの白くなってしまったところがまたどうなっていくのかとか、今ね葉っぱの裏とかはまだね元気な状態なんですけど、葉っぱの裏までちょっと白くなってしまうのかとか、またそういったところもねこれから今後お知らせをしていきたいと思っています。はい、まあ、今回ねこういった感じで、まあね我が家で育てているアロエのねこのちょっと葉っぱが白くなってしまうっていう現象で、なのでちょっと葉焼けとはまたちょっと違うような、まあでもまあちょっとまあ蒸散しきれていないから葉っぱが焼けてしまったのかっていうところも考えられると思うんですけど、まあちょっと一種の葉焼けなのか、また違うところが原因しているのかみたいなところもね、また原因を探って皆さんと一緒にね、情報を共有できたらなと思っています。はい、またね今回もねこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではねまた次回の実験結果でお会いしましょう。